今日は時刻午前今4時50分ぐらいなんですけど、ここは兵庫県の姫路駅です。姫路城もね、お前らに見せる城はねえと、まあそういう感じでね、お休み状態。これからですね、四国は高松、香川県ですねまでちょっと向かいたいと思っておりまして、まあ、これから移動するわけですけどもね、なんでじゃあこんな早いのかというところで、もちろんねそれは事情があるわけです。昨晩22時何分だか忘れましたが、東京駅を出発した日本唯一の定期寝台列車サンライズ出雲瀬戸号、これが発着しておりまして、それに乗るということなんですね。サンライズ出雲瀬戸はこれから岡山まで山陽本線走りまして、出雲市行きの出雲号と瀬戸大橋線を通りまして、香川高松を目指す瀬戸号に分かれていきます。これは皆さんもご存知のことだと思いますが、これからね瀬戸大橋を渡るためだけにですね、サンライズに乗っていこうというふうに思っております。まあ、日本一贅沢な瀬戸大橋渡りと言いましょうかね。まあ、それ言ったらね、もう瀬戸大橋はい封鎖してトランプ大統領さながらにね、あの車列を引き連れて走るという、まあ、そっちの方がね贅沢かもしれませんけれども、まあ、それを言い出したらキリがないわけですよ。まあ、少なくともね鉄道で一番贅沢に渡るっていうのはこのサンライズに乗ることだと思うんですね。あのねまだチケット買ってないんですね。というのは、まあ、これから僕寝台に乗るわけですけど、タンク間利用とかってね、まあ、もちろん権利としてねできることはあるんですが、まあ、JR としてもねそれは推奨してないと思うんですね。その長い区間でね利用したい方が使えなくなってしまって、これは大変なことだと思いましたんで、まだねチケットは買っておりません。だから今売れ残ってるものであればですね、別に僕がねそのチケット予約してもしなくても、ね、関係ないわけです。誰の迷惑にもならないと。じゃあ別にね僕が乗ってもいいじゃないかというところで、これね今僕ねちょっとミスったかもしれん。あのサンライズが5時25分発なんですけど、これ緑の窓口開いてないやん。もうこれはやばいな。ちょっと待ってください、企画崩壊の危機なんですけど、この券売機で買えないかな。高松、お出てきたサンライズ。これ普通車、あこれ個室多分買えないって感じかな。券しています。乗車券、特急券、サンライズ瀬戸号、お見逃し時期ですね。とりあえず発券することができました。いや切符を買うとですね緊張してくるもんです。5時26分サンライズ瀬戸出雲と表示されております。ちょっと早いですけど早速入っていきましょう。乗り過ごしたらねたまったもんじゃないですからね。まあ、これあれですね、車内に入ってから車掌さんに言って、もし空いてたら差額を払ってねアップグレードみたいなこと多分できると思うんですけどね、まあ、それもちょっと聞いてみてね、できるんであればそうしてみようかなと思うんですが、いやにしてもねサンライズエクスプレス、これに乗車できることに変わりはありませんよ。乗車時間としては2時間ぐらい、確かに運行範囲を考えるとね単区間乗車なんですが、意外とこういう利用ってあるんじゃないかなとも思ったりしますが、どうでしょうか。僕自身ですねこれから高松に早いうちにちょっと用事があるので、本当にこれ都合がいいんですよね。7時20分に高松に着くことができるということで、時刻表で調べてみましても、ここ姫路から高松までの最速ルートっていうのはまさに今から来るサンライズ瀬戸に乗ることになるんですね。何やら奥の方から見覚えのある光、東京からやってまいりました寝台特急サンライズ出雲瀬戸号の入線です。14両編成でこれから JR 山陽本線をさらに西に進みます。サンライズって名前ですけど、まさにその名の通りですね、朝日と同じようにね太陽が昇ってくるぐらいに到着しまして、側面にも太陽が映えます。これがその飲み飲み座席、とりあえず乗っていきます。はい、というわけでねサンライズソロに変えてもらうことができました。緑の窓口が開いていなかったっていうのと、まあ、券売機で買えなかったっていうのでね、まあ、お手数ならもう大丈夫ですということで言ったんですが、大丈夫ということでねやってくださいまして、追加料金が5870円、これですね、こんな感じ、こんな感じの、まあ、車内でこれ発見してもらいまして、もともと僕が入ったのびのび続きのチケットっていうのはもう回収されたと、そういう感じになりました。まあ、この今回利用している B 寝台ソロですけども、こんな感じで鍵がついておりまして、しっかりとした個室、それでねコンセントもついてるんですね。
これはのみのび座席にはない設備ですんで非常に便利です。浴衣とかベッドもありますが、まあこれ使おうが使いまいが多分洗ったりすると思うんですが、まあでも汚すことはやめておきましょう。列車は今愛用石を走行中で岡山を目指しているわけですけど、いや走行音が静かです。まあせっかくねサンライズソロに乗ったということでやることはもう一つ。これはたまらんな、すごい窓がねこんな感じですごくないですか。だいぶ窓こう湾曲してるんですね。ぐーっとこう曲がっていまして、ここまで窓があると、だからこれ夜はねこうするとあの星が見えるんですよ。でそれが非常に綺麗です。サンライズで寝転ぶとね、まあ、こういう景色が見えるわけです。いやでも今日はすごい、これ雲がねなかなかないですよ。まああるんですけど、あるんですけど、まあこうね目をねこうやって薄めてみたらね、もう快晴と同じなんですよこれね。瀬戸大橋をね渡るときどんな感じの天気になってるかっていうのもちょっと楽しみですね。姫路駅を出発したのが5時25分ですから、乗車時間すでに30分経ったわけですけど、これからもうちょっとしまして、6時27分ですね。あと30分後に岡山に到着します。いやーこんな幸せなことないですよね。足をね伸ばしててもう全然ぶつかるもんがないんですよこれね。この区間のね魅力的なところはこう山がねありますから、わかります、太陽がこう昇ってくるでしょう。ちょうどここに反射するんですよ。ちょっと見えにくいかもしれないけど、あーなんか朝だなと。でこの後、まあ、サンライズ瀬戸に関しましては海を渡ると、瀬戸大橋を通るということになりまして、景色もどんどんこう様変わりしていくということで、多彩な車窓を見ることができるっていうのもとんでもなく長い距離を走る特急列車のこれ特権です。まあ、このね独特のチャイム、これはサンライズとそれからはるかでしか聞けないんですね。サンライズチャイムとか言いますけども、これを聞くとね、ああ寝台特急に乗ったなと、そういう風に感じるもんです。すごい、この斜面にカメラを構えてる人がいるよ。まあ、こういうとこからもね、寝台特急サンライズ出雲瀬戸号がねどういう存在なのかっていうのがこう内側からも分かるわけです。気づいたらこんな感じで街並みも変わってきましたよ。そろそろ岡山に到着というところです。僕今気づいたんですけど、これあれですね、頭こっちですね。この方が多分場所が広いと思う。全然違うわ。僕こっちに寝そべって、まあでもそれでもねそんなめちゃめちゃ狭いことはないんですけど、こっちにこう頭を向けた方が多分広いと思います。これね確かね売店があったはずなんですよ岡山。そこで朝ごはんでも買ってね、その朝ごはんを食べながらこの朝日を見てですね瀬戸大橋を渡ると、それをやっていこうかなというふうに思います。岡山駅の6番線に入線。やっぱりねこう見ると、あサンライズ2階席にいるんだなっていうのを実感します。高いですね結構、だいぶこう見下ろす形になるんですね。でこれから5分間の猶予がありますから、まあ、ちょっとね外にも出て連結を取りつつ、売店があればいいんですけどね。これ売店か、あった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 、よし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 、今からねここにタイムアタックをすると、まあ、そういうことになるわけです。まあ、そんな急ぎすぎたらダメなんでね、そこは常識の範囲内で。じゃあちょっと行きましょう。鍵を閉めるわけです。よし、これよかったか、中間部分がね連結作業をするということで皆さんでこう集まるんですよ。まあ、僕もその一人なんですけど、でこれが終わった後ですね、例えばこう瀬戸に乗ってるお客さんがね出雲に乗ったりだとか、出雲に乗ってるお客さんが瀬戸に乗ったり、そういう現象が起きるらしいんでね、外観一緒なんでね見分ける方法はもうここで見分けるしかないんですが、これだけは本当にね注意してください。車内放送でもね乗り間違い注意してくださいねっていうのを言われるはずです。ダメだ、あのね時間がなかった。あとね2分あればね多分帰ったんですけど、ちょっと残念ながらまんまとねなんかこう弁当行こうと思ってたのにね、こっちに連結部分があるから、あーそこは連結部分だ、おーって取ってたらもう時間になってしまう。鉄道オタクのね悪い癖かもしれませんけど、まあここでね鉄道オタクと一括りにしたら申し訳ないんでね、まあ、これは多分僕だけのことだと思うんですけど、はい切り離し作業ですって言われたらそれは見に行かざるを得ないというのがね、なんか僕の頭の中がスイッチオンになってしまいまして、残念弁当は買えませんでしたと、まあいうところでね、このように見えております瀬戸内海、もうずっとこう太陽にね、いやだからこっちでよかったな、進行方向に向かって左側太陽が昇ってきまして小島駅に到着です。ここで JR 西日本から JR 四国の乗務員さんに交代されるという形になっております。
今トンネルを抜けまして、おお、瀬戸大橋。いやいやいや、これ夢だったんですよね。いや、初めてです、サンライズ。この個室の中から瀬戸大橋を眺めていますよ。いや、すごいすごい感動ですね。太陽がここから照りつけて、いや、すごいわ。景色も抜群。この後に通る瀬戸大橋もね、こんな感じでずっと続いてるんですね。こう中間地点に結構島がポツンポツンと点在してまして、それをこう舐めるように走っていくっていう感じになるんですが、まずね、海からのこの太陽の反射がすごいんですね。そうすると明るさがね、急にこう増したように感じます。また景色を遮るものが本当にないんですね。非常に開放的で、それをサンライズの個室から眺めているという、これはたまらない光景です。まあ、ということで乾杯。ちょっとね、炭酸が抜けてますけども、コークをね、ここで。まあ、別にね、もうこれ今これが泥水だって言いわけですよ。まあ、味っていうのは正直もうね、おまけでしかないと。今この景色でね、とりあえずなんか口に入れてるこの動作がもう最高なわけですね。一つ一つの動作が染み渡ると。これさっき駅弁書いてたらもうすごかったな。とりあえず美味しい、より美味しさが引き立つと、まあ、そういうことになってくるわけですよ。いや、にしても眩しい眩しいぐらいに明るい。でこの瀬戸大橋も結構長いんですね。通るたんびにね、ああ長いな、すごい大きい橋だなというふうに実感するものです。すごい海にね、船がたくさんいましたね。何にしてるのかちょっとよくわかんないですけど、前四国からこう離れるとき、夜にね離れたんですが、こう四国の光がね、だんだんこう遠のいていくっていうのを、まさにこの瀬戸大橋から見てね、旅情を引き立てるのにこの瀬戸大橋っていうのは一役買ってるわけです。初めて渡った時はね、関西空港までを結ぶあの関西連絡橋と結構似てるなと思ったんですが、ただスケールがこれ全然違います。お、渡り切ったかな。もうこれ四国に入りましたね。おお、四国上陸。いやー、すごい。これ目覚めないわけにはいかないでしょ。これ見ながら熟睡は僕できないかもしれないですね。気持ちいい光が入ってくるんでね、やっぱ本能的にこう脳が起きるという、そういう感じになるわけです。ここで瀬戸大橋線と、これはちょっと何線か忘れましたけど、合流してそのまま高松に行くということになります。列車は堺出駅に到着。もうね、ラッシュ時間が始まっておりまして、ちょっと恥ずかしいですね。恥ずかしい。ちょっと枝、じゃあ終点高松に停まります。新大特急サンライズ瀬戸号高松駅です。すっかりこれお日様も綺麗に上がってね、あの僕小学生の頃なら今ラジオ体操を頑張ってる時ですね。ラジオ体操第2位ぐらいまで行ってるんじゃないですか。僕のところは第2位までやったんですよ。どうでもいいですけどね。あのチューチューとかゼリーがもらえるということで、ちょうどこれね、暑い時にね、セミが鳴いてましたけど、それをね聞きながらですね、眠い目をこすって、まあ眠い目っていうか、家帰ったらね、もう一回寝てたんですが、いや、あれも懐かしい記憶です。ラジオ体操してなんかスタンプ貯めてね。今考えればですね、あんな眠い目こすってね、いきなり叩き起こされてですね、はいお前行ってこいと、ラジオ体操はい1212と踊って、それに対してチューチュー1個はちょっとあまりにもコストパフォーマンスの面でね、これは悪すぎ。このように車と並走しまして、どんどん抜いていきます。いや、気持ちがいい速さ。いやー、暑いになっちゃったな。到着のアナウンスは本当の旅の始まりのアナウンスでもありますからね。不思議なメロディーですよね。そういう意味で列車が出発する時にもこれが流れますから。でもね、聞く時によってね、こうなんか違う風に聞こえるんですよ。東京を去る時、東京に着く時、まあ、いろんなシチュエーションがありますけど、まあ、電車っていうのはね、その移動の手段を担ってるわけですが、ただやっぱね、旅行とかね、旅を彩る、そういう一つの経験であるということをね、この寝台特急はね、教えてくれるわけです。まあ、そういう意味でロマンが非常にあるというところで、乗るたんびにね、ああ、まだ降りたくないなと、そう思わせてくれる列車です。まあ、あの、眠たいっていうのがあるんですけどね。眠たいから降りたくないっていうシンプルな理由もあるんですが、だんだんと列車は速度を落としていきまして、終点の高松に到着。兵庫県姫路を出てから岡山県、そして香川県と2時間かけましてね、終点の高松に到着。ということで高松駅に到着しました。サンライズ号7両編成が止まっておりまして、大きな荷物を持った方がね、たくさん降りるということになりました。まあ、今回は姫路からということで寝ることはなかったんですが、ただ2時間の乗車ということで、長いようで短い、そういう旅になりました。なんかいい感じのエンディングのメロディーがね、流れてくれているんで、そろそろ締めようと思いますが、今回初めてね、瀬戸大橋をサンライズで渡ったということで、これは貴重な経験になりました。天気も良かったからね。いや、何よりこの朝ラッシュの時間にこんな快適な列車にいるという、クーラーガンガンの状態でお布団に入っている快感と似たような感覚を味わえます。というわけで今回の動画ここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。